こんにちは。今日は3月21日、大相撲14日目が終わりました。いやー、終わってみたらまさかまさかの、まあ終わってないですけど、14日目終わってまさか横綱2人が優勝決定をね、千秋楽に決める、そんな展開になるなんていうのは全く考えてなかったですね。まあでもこれ本当に最後の最後まで盛り上がるようになってよかったなっていうふうに思ってます。昨日動画では、まあ、白鵬がすごい気合いも入ってて勝たしてあげたいなっていうふうに思ったって言ったんですけど、やっぱこうなるとね、鶴竜にも勝たしてあげたいよね。でもどうしようって言おうかどうしようもないから、まあ、何もすることはできないんだけど、まあ、とにかくね、明日、まあ、多分がっぷり四つに組んでそこからの力比べになるかなっていうふうに思うんで、まあ、とにかくその取り組みをね、期待したいと思ってる。でもうね、まあ、朝乃山も残念だったなっていうふうに思うんだけど、まあ、横綱この2連敗っていうのはちょっと大関昇進には印象が悪いなっていうふうに思うし、昨日ライブの中では大関が今1人しかいないから、まあ、11勝でも上げていいんじゃないのかなっていうふうに言ったんだけど、この雰囲気ではちょっと上げるのは厳しそうかなっていうふうに思いますね。ただ本当は僕はあんまりそういう空気とかね、世間的な空気に左右されずに、まあ、その淡々と番付を決めてくれるのが一番いいんじゃないのかなっていうふうに思うんだけど、まあ、なかなかそういうわけにはいかなさそうですよね。でまあちょっと朝乃山は将来的に期待もされてるから、今場所は据え置きで、先場所も2桁勝ってるし、今場所も2桁勝ったし、明日勝ってなんとか白星を1個でも積み重ねて、来場所につなげるっていうのが、まあ、本筋かなっていうふうに思うよね。貴景勝が明日対戦相手になってるんで、貴景勝も7勝7敗で絶対負けられないとこなんで、これどうなるかなって思うんですけどね。まあ朝乃山を一気に持っていけるっていうのはちょっと今場所の貴景勝ではイメージできないんだけど、そう思ってると今日阿武咲戦にめちゃくちゃいい感じで勝ってるんでね、まあここ一番では貴景勝も見せてくるかなっていうふうに思うんだけど、まあ、朝乃山を押すのはなかなか難しいかなっていうところで、明日僕は朝乃山が勝って来場所の大関取りを決めるという展開を予想してみました。あとね、幕内今日琴ノ若勝ったりとかすごい動きもあったんだけど、僕隆の勝と御嶽海がすごいねびっくりしたかな。まあ土俵際まで持っていくのは隆の勝ありえるかなって思ったんだけど、御嶽海が隆の勝に今日初顔で敗れるっていうのは、これはいよいよ御嶽海もね、ちょっと若手陣に食われ出したなっていうふうに思いますね。まあどっちにしても明日結びの一番に至るまでね、まあいろんな取り組みもあるんで、そこでまたこれ来場所こうなるかなこうなるかなみたいな考えが出てくると思うんですけど、まあひとまず今日のライブはね、ちょっとどうなるかまだ分かんないんだけど、今場所明日千秋楽まで、取り組みのねまとめをやったりとかして、そして場所後の番付編成会議の中で発表された新十両力士だったりとかっていうのもまとめて、そして5月場所に向けてね、また楽しみをいろいろと増やしていきたいなっていうふうに思ってます。まあすごかったな、白鵬と鶴竜まだ終わってないけどね、まあ、みんなはこれどっち勝つと思ってるか分かんないけど、僕はね、勝たしたい気持ちは白鵬にも鶴竜にもあるんだけど、調子が上がってきてる鶴竜の方が明日はちょっとチャンスがあるんじゃないのかなっていうふうに思いますけどね、まあ、気合の入り具合はどっちも共にあると思うので、まあいい相撲でね、まあ物言いがついて取り直しの一番なんかになったらもうめちゃくちゃ盛り上がるなっていうふうに思いました。はい。ということで、また後ほどライブでお会いできたら、やりますし、会えなかったらまた千秋楽終わった後にお会いしましょう。じゃあねー。